い、どうも皆さんこんにちは。日本のワンダーフェスティバルで実行委員長をしています宮脇と言います。今日はよろしくお願いいたします。はい、どうも。今回1回目の初めてのワンダーフェスティバルですけども、驚いたのはこのメディアの方の数も、日本ではこれだけメディアの取材は来ないし、そして持ってきたものがほとんど売れてしまうという、全ての予想を超えたお客さんの、まあ中国というか上海のワンフェスの大きさというものを見てですね、まだまだすごい勢いでワンフェスというのが盛り上がっていくと思います。だから今回はもう今入れてるだけでも大成功であることはもう理解できますね。日本からこう作られた美少女の文化をもっともっと広げていきたいということで、今回は海洋堂はリアルな女の子とフィギュアとの連動を考えています。で、今回は女の子2人のユニットを連れてきてお披露目しようということを考えました。ラブワンという2人です。海洋堂は世の中の需要に合わせてフィギュアを作るんではなくって、僕がもう一人欲しい作りたいというものを考えて作る会社なので、今まで誰も見たことのないものを海洋堂が生み出して、これから中国の人にどうやって受けるかが逆に楽しみということでね。海洋堂というのは本当にね、ひどい、頭の悪いひどい会社なので、中国の人にはどうかわからないが、頭が悪い、おかしい、狂っているというのはこういう我々の世界では最高の褒め言葉なんですけども、なので海洋堂のやり方というのはですね、まあよく言う賢い商売の仕方ではなくって、結果的にロールプレイングゲームというのがあるんですが、戦いに勝てば前に進むし、負けりゃ逃げるし、後ろに行くし、横に行ったり右に行ったり左に行ったりというのは全く、だから海洋堂というのは何もね、長期的なビジネスのスタイルは考えない会社なので、面白いことがあったらどこへでも行って何でもやりたいというのが海洋堂の仕事のスタイルなので、まあ第1回目の本当の上海ワンフェス大成功ので、幕を閉じることができるみたいで、大変日本のワンダーフェスティバル実行委員長の宮脇としても幸せでございます。上海のワンフェスの新しい形は完全に出来上がりまして、これからどん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 と成功して大きくなっていくと思います。日本のワンダーフェスティバルもこの上海の元気さと勢いと素晴らしい造形作家の皆さんの力に負けないようにこれから頑張っていきます。一緒にこれからもよろしくお願いいたします。